宛先に打っちゃったね。で今の図は白を別に宛先でだから、で別に生きとけば結局切りは頑張ってるわけ。うん、それでまあ出られた時にあってでまあ抜かれちゃうってことになるけど別にいいのか。別に抜かれてもいい。でもそれを打つと、まあ、例えば、あ、これも、うん、こう、あ、もうこっち。だってぐらい。いや、わかんない。それでどうなるかも分かんない。うん、だから、ただ当て打っちゃう、なんか止められても悪そうな気がしたけど。これは。あ、でも息ぐらいないのか。でもまあ、あ、そうか、まだまだ苦しいか。そうか、割り打ちは切りになれば全然悪手にならないね。なるほど。そうか。じゃあ、くらい打たないと、さっきのこれだったら、そうだね。楽しいですね。でもまあこれなら、でまあ、いずれにしても、跳ねるかもしれない。かも、うん、かもしれない。じゃあ黒、この図が結構有力だった。黒もでも、その辺反撃しないと、ね、いじめられてるからね。でも、はっきりしないよね、この図はね。でも実際ちょっと、うん、いじめられちゃうから。実戦はだって付け二段で頑張られて切って頑張られてすごい頑張られてるから、ああ切らなくてもまあ微妙だけどね。なんか切らない、うん、白悪くないという声もあったし、うん、あのいろんな声がまあ微妙だろうね、ここはね。なんかどの辺に打つのかちょっと、うん、次ぐらいとかですね。いや次も辛いんです。なんか押しとか、そうだからここ難しいんだよね。なんかとりあえず先にここら辺に打たれるなんかあんまり心配ない。いやそこはでも気候運命だと思ったけどね。別に気候運命に甘んじるつもりはなかったのか。まあでもとりあえず例えば